前回は私の部屋はいとこ部屋の隣だったのに。なるほど、今回は私の部屋を遠ざけてきましたか。ゲームマスター権限で許された範囲の初期配置の変更です。妥当な初手かと。まあその方が私もいいです。あのクソガキどものトランプで遊ぶ黄色い声なんて聞きたくもありませんから。これいかがしましたか。やられました、バトラメ。周到ですね。これではダメです。ええ、粘着力ほとんどないです。これじゃあ赤き真実には至れない。綺麗に剥がすことが可能です。これでは封印を示す証拠にはなり得ません。バトラもそこまで見下げ果てたほど無能じゃないってことですね。おそらくゲームマスター権限でこの島のすべてのガムテープに干渉したんでしょう。おそらくガムテープに代わる品もすべて干渉を受けているに違いないです。ですね。ま、良かったことにしておきます。おかげで、この冷たい雨の中、みっともない姿で外壁を這い回らなくて済みますから。事件が起こるのを、パイプ吹かして悠然と待つのも探偵のたしなみですし、あんたもどうせ第一の番が発覚するまで出番ないんですから、どこかに姿消して一服でもしてたらどうですか。私の顔なんか見てても疲れるだけでしょうし。タバコは吸わないです、子供ですので。そうですか。私は吸いたいです。出演者たちが歌うほどの気分を爽快にさせる効果があるならの話ですが。ご機嫌が優れられないようです。そう見えます。エリカ卿、お尋ねしてもよろしいですか。内容によります。多分ノーですが。一応暇つぶしに聞いてあげます。何です。なぜエリカ卿は魔法を嫌われるのです。ああ、さっきの下のマリアとのやりとりの件ですか。あんなの子供騙しのくだらない手品です。誰だってわかっています。アーマでして
幻想を打ち砕く必要があったのですか？私にはわからないです。自称知的蹂躙者としましては、魔法なんてもので真実をうやむやにすることが許せないわけです。それを暴くことに愉悦を感じられているということですか？私には他の感情が感じられます。他の感情？何です？愉悦というよりは、もっと何か別の負の感情を感じます。はっ、やっぱりあんたはただの殺人人形です。その目も節穴みたいですね。失礼しました。許してほしいです。何とおっしゃいましたか？あなたのことが好きです。ありがとうございます。以前は別の子と付き合っていましたが、今は完全に切れています。周りの人たちは僕たちを妬んでありもしないことを言いますが、気にしないでください。俺は君に生涯のすべてを捧げるから、君も俺にすべてを捧げてほしい。二人で一緒に幸せになろう。違いの音楽テープ、先輩の付き合いで断れなくて、急にバイトが入っちゃって、ダチの電話が長くてなかなか切れなくって。
愛がなければ見えない？は、逆なんですよ。愛なんかあるから、ありもしないものが見えてしまう。私は今、幸せです。仮とはいえ、真実の魔女になれて。今の私は、もう、赤くない言葉に、苦しめられなくて済むのだから。あんたなら、私のエンドゲーム、どう返しますか？私、ですか？あの凡庸な男じゃ。ゲームの相手は務まりませんでしたから、あんたならどう返してくれるかと思いまして。私が浮気している証拠の提出を要求します。青木真実で反論。構築に状況証拠、物的証拠84点提出。青木真実で反論。今も愛し続けている状況証拠、物的証拠を6点提出です。グッド。青と青では相殺ですが、構築する駒の数が圧倒的ですね。次なる手は攻守逆転を狙います。逆にエリカ卿が浮気をしていない証拠の提出を求めます。パーペチュアルチェック。お互いが同じ質問を無限連鎖する千日手となりますから、禁じ手です。では証拠なくも現在もエリカ卿を愛していることを率直に表明します。赤き真実でないから無効です。仮に赤かったとしても、それステイルメイトです。私に反論する手がなくなりますから。他に手は？真実を守る魔女狩り大司教。
いえ、デザインです。ね、ほら、見事なゲームです、エリカ卿。探偵は勝利して当然ですから。あなたはベルンカステル卿の駒になる以前から実に見事な青き真実の使い手です。しかし、エリカ卿、人間に許されるのは青き真実だけです。そして青き真実に反論できるのは赤き真実だけです。そして赤き真実は人間には許されていません。ならばどうやってあなたのお相手は彼の真実を示せばよかったのですか。さあ、赤き真実に時に勝るとかいう例の黄金の真実とやらでも持ち出したらどうですか。ゲームは確かにエリカ卿の勝ちです。しかし真実の守護者として申し上げます。何です？どうせ不愉快なことでしょうから、それを言ったらとっとと消えてください。はい、確かにこのゲームはエリカ卿の勝ちです。しかし私が示したあなたを今も愛している青き真実の証拠6点は未だ否定されていません。あなたさえ人間、それを否定する赤き真実を使えばしないのです。探偵権限で84点の証拠を赤き真実に後に昇格させました。我が主のお力によって。私は人間にして人間を超えた存在、探偵にして魔女、真実の魔女フルド・エリカです。他に質問は？捨て台詞は？ありません。それでは失礼いたします。あなたの人生を最後まで支えるパートナーの話なのよ。そうだよ、ショーが一緒にいたい女性なんだ。だからこそ真剣に決めなければいけないんでしょ。どうしてそんな軽率に。もう関係を、子供ができたとか言われて結婚を迫られたんでしょう。
失礼だな。僕は婚前の貞操は厳しくあるべき主義なんだ。じゃあどうして婚約なんて。僕は求めた、彼女は受けた、それで成立じゃないか。うん、違うわ違うわ。結婚はね、あんたの思ってるような漫画か何かみたいに簡単なものじゃないの。先方のご両親は、両家の交流は、あんた野良猫じゃないのよ、後ろ宮丈司なのよ。ひょっとしたらおじい様の後継者に指名されるかもしれないこの時期に、どうしてそんな軽率な、どうして母さんに相談してくれなかったの。今こうして相談してるよ。いや、相談じゃないか、これはただの報告だね。おじい様の後継者に指名されるのは全く期待してない。いや、むしろ辞退したいくらいさ。僕は自分の国と城を、父さんがそうしたように何もない原野に築き上げたい。あのね、父さんが今日までどれくらいの苦労をしたのか分かってるの？あんたが真似てできるようなことじゃないの。今日までどれほどの運や偶然に助けられたことか。そして母さんという良き理解者の伴侶がいたからだ。さよは僕を支え、より強く生まれ変わらせてくれる人だ。母さんがたくましくなったと褒めてくれた今の僕は、彼女がいなかったらありえない。はあ、いいジョージ、とにかくここは一度母さんに任せなさい。頭を冷やしてよく考えて。シャノンちゃんだけがあなたに好意を持ってるわけじゃないのよ。お見合いしたあゆみさんだってあなたのことをとても気に入ったそうよ。初耳だね。あなたも分かってると思ってたのよ。先方のご両親も大変あなたのことを気に入ってるそうよ。もしあなたに父さんのように一国一城を築きたい夢があるなら、その手伝いができるのはあゆみさんの方でしょ。彼女の気持ちを裏切るの？裏切るも何も、僕はあゆみさんと特に交流があったわけじゃない。お見合いをして、その後親たちが勝手に盛り上がってるだけじゃない。数度無理やり引き合わされたけど、僕たちは互いに目さえ合わせじゃない。あゆみさんは育ちのいい奥ゆかしい女性でしょ。男性のジョージに目を合わせるなんて恥ずかしいし、ぶしつけでできなかっただけよ。あなたが目を見て話してくれなきゃ気持ちが感じられないと言うなら、彼女にそう注意するわ。きっとこれからはあなたの目を見て話してくれるはずよ。あゆみさんと結婚させたいのは、それが母さんにとって利するからさ。母さんの縁談には僕の気持ちがわずかほども含まれているね。ジョージ、どうしてそんなことを言うの。母さんがあなたのことを考えないことなんてあった？ないでしょ。親という漢字はどういう字？木の上に立って見ると書いて親なのよ。母さんたちはね、あなたよりはるかに高みから人生の遠くまでを展望してるの。そしてあなたが若さゆえの一時の感情で間違った道へ進もうとしているのが見えているの。だからこうして憎まれることを承知で言ってるのよ。あんたがどうでもいい子だったらこんな喧嘩しないわ。どこの変な女とでも勝手に結婚しなさいって放っておいてるわよ。ねえジョージ、母さんに全て任せなさい。もうあなたはシャノンちゃんに会わなくていいわ。母さんたちで話をつけてあげる。大丈夫よ、シャノンちゃんにも悪いようにはしない。だってジョージに成長のきっかけをくれた人だものね。ちゃんとそれに配慮してあげるから。だからあとはもう母さんたちに任せなさい、ジョージ。
もういいよね、そろそろ。今日まで立派に育ててもらって本当に感謝してる。僕もこう思って親になったら母さんみたいな親になるよ。子供のために本当に戦える世界で一番尊敬できる親にね。ジョージ、そろそろいいか。何が、おばなりした。いいんじゃない、母さん。ここからは親子の関係はなしで話そうじゃない。僕はジョージ、君はエヴァ。親だからどうこうというのは抜きにして、互いの立場から本音をぶつけようじゃないか。君が僕を望み通りの相手と結婚させたい理由は経済的事情、世間体、それから未だいさかいのなくならないおじさんたちへの見栄、それ以外に何も。いっそそれをすっきり認めてくれた方が潔いね。僕はこれから僕の立場だけで語るから、君もそうした方がいいんじゃないか。負けるよ君。ジョージ、どうして母さんをそんな目で見るの。今僕は母さんを見ていないからさ。僕の目に映っているのは僕の選び取ろうとする未来の前に立ちふさがる試練の壁だけさ。母さんだって人間だ。夢や野心があってそれを今も追い続けているのは知ってる。そしてそれを素晴らしいと思う。自分の夢を決して諦めないことの大変さを僕たちは知っているのだから。その最後に学び獲得して完成されるのが本当の後宮ジョージという男なんだ。僕は今あなたという最後の壁を越える。何？
エヴァ、これが僕の君の束縛から踏み出る最初の第一歩だ。第一歩。懐かしい。多分僕が一番最初に愛したファンタジーだ。僕が母さんから決別すると宣言した第一歩、それだと言いたいわけだ。あなたの反抗も葛藤も苦悩も根気も全て私がすでに通ってきた道、あなたのその第一歩など、私という人生に飲み込まれる程度。いつまで目を背けてるの？見ちゃえば？足元。僕の姿さ。いいえ、それは違うの。なら、分かるようにしてあげる。見せてあげる。そして、悟っちゃえば。覚えてるさ、ピアノ教室で。今でも猫踏んじゃったら聞くと背中の毛が逆立つね。幼稚園の頃はバイオリン教室だったわ。できる子はやってそうでしょ。あんた才能なさそうだったからね、途中でピアノに変えたけど。じゃあ水曜日は覚えてる？覚えてるさ。進学塾の日だよ。遠くて通うのが苦痛だった。じゃあ木曜日は？
手だったのにね。あなた応用はできるのに暗記は苦手な典型的な。やればできる子だったわ。痛烈だね。子供が三者面談と言われて一番イラつく言葉だ。馬を水場に連れて行くことはできる。水を飲ますことはできない。イギリスの格言だね。あなたのやる気を出して維持させるのが一番苦労したわ。教師が来てくれてたね。向こうから来てくれるから楽だったでしょ。聖域である自室に毎週他人を迎え入れるのは苦痛だったよ。先生が帰った後に残る汗の匂いが今でも思い出せるくらい嫌だったね。あなたに学習姿勢を叩き込んでくれる素晴らしい先生だったわよ。弁護士の相談費用並みのお月謝を払った甲斐が本当にあったわ。そして迎える日曜日と塾の予定がない月曜日だけが僕の安息日だった。これは皮肉だね。火曜日から土曜日までの塾が僕を押さえつけてきたのか。まさに僕は孫悟空だったわけだ。そうね。私の手のひらから逃れたいなんて思い上がりはお釈迦様に五行山で潰してもらうといいわ。それは解放じゃないね。洗脳だ。何も考えなくていいの。ママに全て任せちゃえば。私があなたの全てを決めてあげる。それがあなたにとって
人生なのよ。世界で一番知的であなたのために全てを捧げてくれる女性を用意してあげる。全ての成功もそれに至る道も全て全てママが用意してあげるわ。そしてやがては後宮家で最高の名誉である当主の後継者にあなたは指名されるの。それから初めてあなたは自分の人生を始めなさい。第一歩。笑わせないでよ。あんたはね、まだ生まれてさいないのよ。これはあんたを捕らえる私の巣じゃないわ。あんたを慈しんで育む私の子宮の中なのよ。しばらく頭を冷やしなさい。シャノンちゃんが悪い子だからやめなさいと言ってるわけじゃないの。彼女はジョージに青春と成長のきっかけを与えてくれた。とても良い子だわ。でも後先を考えない婚約は別の問題よ。相手が彼女だからいけないと言ってるわけじゃないの。それを分かりなさい。友を責めるな。行為を責めよ。だね。これもイギリスの格言だ。本当にあなたは賢い子に育ったわ。いいえ、育っているわ。私のお腹の中でね。もう少しじっくりと育ちなさい。さあ、お仕置きは終わりよ。謝りなさい、母さんに。ありがとう、母さん。これまでのすべてが僕を思ってのことだったんだね。ありがとう。本当にありがとう。そうよ。今は憎いでしょ？でもいつかきっと感謝するわ。私がどれほどあなたを愛していたかをきっと理解する。火曜日から土曜日までの連日の塾での縛り付けも僕を立派な男に育てようという母さんの努力だったんだね。これもイギリスの格言よ。子供を幸福で包むことが最高の教育。ありがとう。だから僕からも母さんにイギリスの格言を送るよ。なに？すべての木に斧を一撃ずつ加えても一本の木も切り倒せはしない。なに？それはどういう意味？こっちの方がいいかな。学問に時間を費やしすぎることは怠惰に過ぎない。フランシス・ベーコン。
僕がサヨから学んだことは数えきれない。僕は彼女の前で初めて勇気と男気と向上心とウィットとユーモアと、それからちょっぴりのおしゃれを学んだんだ。皮肉だね。今日母さんが僕を立派になったと認める要素のほぼ全て、母さんの教育の賜物じゃないんだ。ジョージ、あんたはまだそんなことを。戻してあげるわ、母さんの子宮に。そしてもう一度暖かな海で育て直してあげる。母さんのこれまでの恩を一つずつ痛みで相殺させてもらった。おかげで僕も親離れがきっちりとできそうだ。必要だね、たまには親子喧嘩。ジョージ、私にどうしてそこまで逆らって、あんな小娘と。必要なのはやはり母さんの子離れだ。そろそろいいかな。何がよ。そろそろいいか。反撃しても。母さんの習い事で一つだけ感謝しているものがある。それは何曜日のかしら。長期休暇のために集中的に習わされた武道教室の数々だよ。そうだね、母さんと一緒に武道を学ぶときが一番楽しかった。なら今も一番楽しいんじゃない。楽しいね、ジョージ、楽しいね。楽しい、母さん。息子と遊ぶのは優しく愛してあげるわ。あなたがお腹を蹴るのさ、愛おしい。
了解だ。だがその蹴りはお腹の外からになるけどね。母さんももう年なんだから、いい加減そういう若い子向きの服は自重した方がいいんじゃない。ジョージー、母さん子供時代から終わってほしい。その辺にいるんじゃないかな。ガブ、大したもんね。あのエヴァ・ベアトリーチェを継承前とはいえ打ち倒すなんて。やはり痛かい。余計なちょっかいを出さなくてありがとう。親子水入らずで過ごせた。まさかいなかったわよ。私は今あなたが私を召喚したんだわ。どっちでもいいさ。君にお願いがあるんだ。聞く義理はあるの？聞いてくれないのかい。私はイケてる男が好きだけど、王女はもっと好きだよ。何なりとお名刺を、魔王陛下。後宮家の当主に憧れ、その夢と妄執に生きた彼女の亡骸をふさわしい場所に安置してほしい。じゃあ金蔵の書斎へ。いや、貴賓室がいいな。屋敷の2階のあの開かずの貴賓室。あの部屋ね。了解したわ、ジョージ陛下。
僕はノルマクリアだ。次の人に番を譲るよ。自分の母さんを手にかけるなんて。自分を世界で一番最初に愛してくれる人であり、そして一番最後に決別すべき人だ。それが家を出るということだよ。これが僕が作用をめとるために見せられる勇気だ。ジョージ様。あっぱれなり後ろ宮ジョージ、まずは見事であるぞ。たとえゲーム上のこととはいえ、駒のこととはいえ、自分の母親を殺すのは愉快なことではない。しかしそれが君たちの課す試練だと言うから、僕は答えたよ。そうだね、フルフル、ジョージ君の決意は本物だ。どうやら僕は君を見誤っていたようだね。謝るよ、許してほしい。おじけづいたか？いえ、バトラさんの望むベアトリーチェはこんなことでは臆したりしません。さあ、次は誰が試練に挑戦を？誰でもいい、次なる犠牲者を選び出してほしい。誰でもいい、次なる挑戦者は名乗り出てほしい。誰も名乗り出ないなら僕の勝ちということだね。ええ、そうなるわ。ならばおめでとう、後ろ宮ジョージ。あなたとあなたの愛する人の恋の成就へ至る扉の鍵を僕たちは今こそ授けん。待てよ。やろう。私だってカノン君のこと半端に考えてるわけじゃねえってこと見せてやろう。